今回は12月1日に情報修正されたユミの暗黒門長路復活短縮が10秒15秒になったと。猛毒は下方修正されたけど他の部隊の対象にできて、生存部隊にも回復の恩恵がある長路と組ませたらまだまだ現役でいけると感じたぜ。己の殻を破りましょう。バランス理論でいけばもう一枚の伏兵はこっちから見て右側だな。同じ座標位置に長路を投げてみようか。さて天下に向けて歩むか。なんと強欲な。失礼します。この地に実りを。もっかいもっかい。強くなって復活だ。見せてやるぜ。この猛獲様は転んでもただじゃ起きんぞ。さらば。私が作る。
騙された。やだな、寒いな。これは私の知り合いの話なんですけどね。私と共に天地の恵みを分け合いましょう。さあ、さらば良くなって復活だ。おう、解放。私が作る。山賊流の戦術だ。荒っぽく行くぞ。魔法を使えないんですよ。これも悪の道よ。兄上にはまだ会えん。今回はもう一試合やるよ。逃れる術はない。
ちろ。俺はしぶといぞ。放て。刺激だ。落ちろ。放て。放て。いかがかな。放て。だ、騙された。放て。ビンビンだ。こら、止まりなさい。策を練りますかな。放て。少し急ぐだけだ。刺激だ。落ちろ。強くなって復活だ。放て。落ちろ。放て。放て。刺激だ。落ちろ。落ちろ。見せてやるぜ。俺は仕事じゃ。しまいなさい。私を見下す気。放て。放て。放て。刺激だ。落ちろ。策を練りますかな。戦術だ。腹っぽく行くぞ。悪いことをする人は逮捕しちゃいます。放て。私と共に天地の恵みを分け合いましょう。刺激だ。放て。強くなって復活だ。強くな。見せてやる。刺激だ。もっかいもっかい。刺激だ。少し急ぐだけだ。放て。放て。放て。この地に放て。俺は知るとこの世界を変えてくれる人はいないの。する人は逮捕しちゃいます。私と共に
天地の恵みを分け合いましょう。見せてやる。放て。する人は逮捕しちゃいます。少し行くだけだ。放て。こら、止まりなさい。そう、策を練りますかな。一撃だ。乗りこなせねえか。放て。今回はもう一試合やるよ。こっちが開幕の弱い敵やから、序盤をどう最小限の差でしのぐかが鍵になりそうやな。悔やむといい。予想外に運よく噛み合ったけど、こうなると2連打が怖いところやな。
この陣には届かん。ご視聴ありがとうございました。さっさと肉を差し出しな。